今回、ね、LINE アットからこういったメッセージいただきましたのでちょっと動画で答えていきたいと思いますでこの方はです、ね、多分これから eBay 輸出を始めよう、まあ、副業を始めようという方で多分こういった思いの方って今はたくさんいらっしゃると思うんですよやっぱり世の中不景気でその本業以外にも自分の収入の柱を一つ作りたいっていう思っている方たくさんいら,いらっしゃると思うので あまあ、それだったら僕の YouTube の方で、まあ、せっかくほぼ毎日更新してるので一、まあ、つのですね、まあそのまあ、材料というかテー,マテーマとしてちょっと話していこうかなと思いますねだからそのマインド面マインド面の方はどっちかって言ったら01からのマインド面を、まあまあ、テーマにお話しするんですけど、まあ、じゃあ早速やってきますはじ、えー、めましてあメッセージですねありがとうございます やっぱりこうメッセージです、ね、あのしてくれる方ってやっぱり絶対伸びしろってありますよね。だって自分から情報を得に行くっていう行動になってるのでだからその自分から情報を得に行く行動っていうのがやっぱり週に1回とか、まあ、月に34回とかすれば年間30回40回やってでその中からあじゃあこの10本やってみようってじゃあ8本失敗しても 1>, 1年間で2本の収入源が2つ作れましたって、これはもう十分じゃないですか。本業以外に2本収入作れましたっていう人がいたら十分じゃないですか。5年経ったら本業以外にも収入源5、6本ありますみたいな。これまさにリスクヘッジであったりとか、変化に対応していくっていう考えなんですけど、まあ、eBay 出をしてみようと思い、えー、僕の電子書籍から動画と一通り勉強しました。あ,ありがとうございます。 で情報量が多く非常に参考になる毎日。あ、毎日。ありがとうございます。嬉しいですね。もう、純粋に嬉しいんですよ。こういうことを言,言っていただけると。純粋に嬉しいし、本当にありがとうございますって思いますね。毎日ありがとうございます。で特にマインド系から、そうですね。僕はどっちかって言ったら、えっ、ー、と、テクニックっていうのは一生続かないと思ってるんですよ。 だから YouTube でめちゃくちゃ稼げるテクニックがある,あるとしてもそのテクニックって一生続かないと思いますしあのブログで SEO を攻略してもまた Google でそのアップデートが行ってその SEO の効果が使えなくなったりとかで物販だったらツール使っててツールで稼いてたけどツールに規制入るとかだから僕はどっちかって言ったらテクニックっていうのは一生続かないと思ってるんですよ。 早かったら半年で終わる長くても、うん、23年ぐらいでは終わっちゃうのかなってやっぱり思ってるんですよねだからテクニックを凌駕するマインド考え方っていうのはすごい大事だと思ってるんですよねで簡単なインプットができたのでアウトプットそうですね僕にその質問することっていうのももちろんアウトプットになるのであのすごくいい傾向だと思いますね で実際にです、ね、僕よく伝えてるんですけど、まあ、やっぱり最初はですね小さいもの壊れにくいものを意識して、まあ、リサーチをしていきましょうということなんですけどだから小さいものだったら例えば 200g 以下とか、えー、壊れにくいものだったら例えばプラスチックじゃないものとかありますよねそういったものを、まあ、狙っていけばいいんじゃないかなと思いますね。 まただですね、プラスチックとかでも小さければ普通にプチプチ,プチで梱包しちゃえば別に壊れることがないのでまやっぱりあの物販に関しては置く場所っていうのがあるんですよ例えば私倉庫借りてるからでかくてもいいんやねんっていう人いたとしても倉庫の費用かかってるじゃないですか毎月倉庫の費用0千円とか1万円とかだから小さい方がランニングコストかかんないからいいってことなんですよそう だからまあ、基本は小さいもの、壊れにくいものを意識、そうですね、意識することがすごい大事ですよね。で、漫画アニメ系が利益取れそう。漫画アニメというのは、まあ、基本的に日本がすごい強い文化じゃないですか。日本発祥の文化。発祥かわかんないです。が発祥じゃないか。まあ、とりあえず日本強いんですよ。世界に比べて。だから、強いところを生かせる。 その日本に住んでる日本人、じゃそのメリットを生かせるジャンルっていうのを探せばいいんですよ。まさに漫画もアニメ系もドンピシャだと思いますし、ゲームとか、あと日本の和のものですよね。和のものであったりとか、あとなんか日本限定のものとか、百均とかいろいろありますよね。だからせっかく日本に住んでいて日本人なので、 そのメリットを最大限に生かせる市場っていうのがまさに僕は ebay 輸出だと思っているのでだからブログとか youtube って日本人から日本人相手に発信しますよねこれレバレッジかかってないんですよてこの原理ただ日本から世界中に日本から世界中の人たちをお客さんにできる市場っていうのはまさに ebay 輸出じゃないですかこれレバレッジめちゃめちゃかかってますよね だから、しかもに世界的に人気がある日本に住んでいる。だからよく言うのがレベル、レベル50からスタートできる副業ですよってことなんですよ。だからここに目をつけたのは、もうめちゃくちゃセンスありますよね。うん、めちゃくちゃセンスありますよね。だから最初から YouTube やるんじゃとかえ、ブログでやるんじゃって言って、1円も稼げてない人っていうのが世の中5万といるじゃないですか。 でも最初から ebay 輸出私はその日本人対日本人だとレバレッジがかかんないから日本対世界にするんだっていう考え方に尽く人って僕めちゃくちゃセンスあると思うんですよねそのビジネスのセンスだから今 ebay 輸出やってる人ってあのセンスめっちゃあるなと思うんですよね僕も初めての副業初めてのサイドビジネスって ebay 輸出だったので まあラッキーだったったたすねそこに気づいたのは、まあ、シンプルにラッキーですよね。だって気づかなかったらやってないわけなんで。だから気づいたのはもうラッキーでしかないんですよね。それをでもラッキーなのは自分がやっぱり今のままだと不安だと思ったからあの新たに情報を求めに行ってあの出会ったわけなんでラッキーの裏は要はラッキーなんですけど もう出会うことはやっぱり運命的だったと思うんですよ。だって自分からの情報を絵に行ってるので。うん。だって出会うじゃないですか。自分からの情報すら絵に行かない人は何も出会わないじゃないですか。だから、ラッキーなんですけど、だから偶然は必然みたいな感じですよね。偶然に出会ったけど、自分からあの変わらなきゃと思ったから、それが必然になったってことですね。いいこと言いましたね、今。 ね、これから仕入れをしようと思う質問があります。そうですね。あ、まずですね、これから、例えば eBay 輸出をしてみようと思いますってことはまだ、まだ多分出品したことないじゃないですか。だったら、あの家にある不要品ですね、出品すればいいと思うんですよ。まあ、例えばですね、その昔のゲームとか、あの漫画とか雑誌とか、ストラップとか、例えばボールペンとか、うん、なんかキャラクターものの小皿とか。 あとはまあ、電子、機械、機械っていうかちっちゃい機械とか、うん、ゲームのコントローラーとか、なんでもいいんですよ。ゲームボーイでもいいですし、プレスのカセットでもいいですし、あとはなんか財布とか、うん、小物ですよね。なんかちっちゃい財布とか、キーケースとか、人形とかでもいいし、ぬいぐるみでもいいですし、 中古でもいいんですよ。日本語でもいいんですよ。これ勘違いしてほしくないのが、中古で全然 OK なんですよ。汚れがあっても OK。だって別にそこ写真撮ればいいだけですし。で、たまにですね、とんちんかの質問が来る時が、あの、日本語で書いてあるんですけど、日本語の商品って売れるんですかって来るんですけど、いや、売れま、売れ,売れなかったらやってないでしょってことなんですよ。<laughs> そもそも <laughs>。だって、 日本に住んでて日本の商品ばっか扱ってるのになんか説明文要は商品の説明文が日本語なんでそんなもん売れるんですかとか例えば昔ゲームのカセットの説明書って日本語じゃないですかなんか説明書日本語なんですけどそんな売れるんですかとか質問来たことあるんですけどいやそもそも売れるからやってるんでしょってことなんですよだからそれは安心してください中古でもいいですし日本語のものでもいいのであの全然問題ないので大丈夫ですね で初心者の段階では低価格のオークション形式でスタートして評価を集めていく形で問題ないでしょうかそれとも初めから高単価で売っていくべきなのでしょうかってことなんですけどもあのここもですねやっぱり今から副業ビジネス、イ b ベ y ス設やりたい方一つの疑問ってなるんですけどあの評価ってめちゃくちゃ大事で評価ゼロの人から人って商品買いたくないじゃないですか,だから例えば自分がメルカリで欲しい商品が買いたいですってなった時に 評価がゼロの人と評価の50の人がいたとしたら多分評価50の人から買えますよね同じ商品で同じ値段で同じ状態だったらそうだらむしろあの評価ゼロの人って変われないですし何か問題,あり問題あるかもしれないじゃないですかだから最初 ebay に関しては安い商品を買うんですよ90100円ぐらいで送料込みで買えるんですよ まあ例えばペンとか、うん、ス,トストラップを買えるのかな、まあ、とりあえずです、ね、100円ぐらいで検索してフリーシッピングで検索するといくらでも商品出てくるので、まあ、それを5個とか10個ぐらい買って評価貯めてであとはです、ね、家にある不用品っていうのを、まあ、相場より多少安い価格で出品してでそこで出品する作業の流れであったりとか売れた後の流れ発送する時の流れフィードバックの流れこういった1年の流れっていうのが身につくので あのそれはですね別になくなってもいいもの例えば不用品とかを相場よりも安く例えば最初10品出品できるので10品まとめて出品してみましたで1個でも売れたらその,その1個で勉強できるじゃないですか、うん、あの出品の勉強発送の勉強、えー、梱包の勉強郵便局の勉強あのー、サイトの使い方の勉強ができるんですよ でこの一回勉強すればあとはその勉強の繰り返しですよね作業が、えー、繰り返しやるわけなのでどん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 その覚えていくんですよあここのボタンを押せばこうなるんだなとかあここの文章ってこういう意味なんだなとかメールってこう言ってきてメールってこうやって返信するんだなとか相手の住所の確認する時はここかみたいなっていう感じで 要は触れている時間があればあるほどそのサイト自体が無意識的に覚えるんですよだってそのサイトずっと見てるわけなんでだからどういうことかっていうと昔ガラケーだったじゃないですかでも今スマートフォンじゃないですかスマートフォン買ったばかりって意味わかんないじゃないですか使い方でもスマートフォン買って1週間ぐらい経てばあなんとなく使い方ってもうほぼマスターしてるじゃないですかあのその基本的な使い方 で、1年ぐらい経つと、もうガラケー戻れないとか、あの逆にガラケーの使い方分かりませんみたいな状態になるじゃないですか。だから、そのサイトとかに触れまくるってことがすごい大事なんですよ。だから、まあ、例えば評価がまだゼロの方でも、とにかく、えっと、毎日1時間ぐらいそのサイトを触りまくるんですよ。あ、ここのボタンを押したらここ行くんかとか。 で、ここの文章意味わかんないっつったら Google 翻訳で翻訳してみるとかあ、そういった意味なのねみたいなことをやっていくと無意識的にスマートフォン状態になるんですよ覚えていくんですよどん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 だから毎日触れるってことがすごい大事ですねで慣れるってことが大事ですねまさに習慣化ですねまあ、なのでその評価貯めて、まあ、家の不用品売って練習して でリサーチその練習している間にリサーチ作業をして価格差が出る商品をどんどん探していくってことが大事ですねでも,もう一回言うとあの YouTube とかブログに比べると圧倒的に要はお金を生み出しやすいんですよこれなんでかって言ったら安く買って高く売るだけであと ebay 輸出っていうのはこの商品がいくらで売れてるとか 要は後出しじゃんけんんけでで見れるんですよあこの商品が何月何日に売れてるぞみたいなじゃあその商品を売れた値段よりも安い値段で仕入れることができればなおかつ、えーまあ、その価格差が大きければ多いほど利益になるわけじゃないですかだから宝探し感覚でできるビジネスなんですよ だから1個でも利益が出すことができる10個でも売れたことがある人ってこの考え方って一生身につけておいた方が絶対得なんですよだって人生においてあ、まあ、リセールバリューの考えもそうなんですけど安く買って高く売ることって多いじゃないですかだからこれをあの今のうちにその人生の一つの、まあ、自分のスキルとして、えー、やっていくのはいいんじゃないかなと思いますね なのであの、いつもですね、えー、視聴ありがとうございます。でぜひですねあの、頑張ってみてください。そうですね、あと毎日ですね、やっぱりいろんな人の情報に触れると、まあ、それが習慣化となって自分の力になりますのであの、ぜひですね、毎日今後頑張ってください。応援してます。じゃあ、失礼します。